こんにちは、山中もとむです。今日はエジプトの冷蔵列車というテーマでお話しします。エジプト、ピラミッドやスフィンクスなどもあって観光名所、皆さんも一度は行ってみたいなと思う方いるんじゃないでしょうか。今日はそのエジプトに行った時に一つ注意した方がいいこと、皆さんにお伝えします。エジプト興味あるけどどうかなと思っているような方、耳寄りのお話です。エジプトに行って皆さんに一つ気をつけてもらいたいこと、結論、列車の中がめちゃくちゃ寒いということです。私の実体験ベースで話します。私エジプトに行った時、アレクサンドリアという地中海沿いの都市からカイロという首都まで列車に乗って移動する機会がありました。アレクサンドリアの駅で切符を買っていざ車内に入ってみると、車内めちゃくちゃ寒かったんです。どれぐらい寒かったのか例えるならば、炎天下の中真夏外を歩いていたところ、急にデパートや建物の中に入って冷房ガンガンになっている、日本で言ったらそんなようなイメージです。めちゃくちゃ寒かったんです。車内前方の方を見てみると電光表示板があり、そこにおそらくであろう車内の気温が表示されていました。車内の気温何度だと思いますか？表示されていた温度、事実ベースで言います、嘘じゃありません。車内の温度 12.6 度でした。めちゃくちゃ寒いんです。なんでこんな寒いんだよなと思いました。わざわざそんな気温にする意味がわからないですよね。いわゆるただの電車なんです。何か運んでいる、特別なもの運んでいるというわけじゃなく、乗客が乗る旅客用の列車だったんです。なんでその旅客用の列車が冷蔵庫みたいになってるんだと、本当にまさに言葉通り冷蔵列車になっていました。皆さんエジプト楽しまれる際、一つ注意してもらいたいこと、それは列車の中がめちゃくちゃ寒かったということです。車内と外を比べて、外は炎天下で暑いので半袖などでもいいんですが、念のために1枚羽織れるものを用意してもらえると皆さん便利かと思います。まあ、ただそういった点もありながら、それ以上にピラミッドやスフィンクスなどエジプト見どころたくさんあります。またエジプト行くときに皆さん実は美味しいものがあるんです。それについてはまた別の動画で紹介しているので、そちらをご覧ください。おお、エジプト面白そうだし行ってみたいと思う方、そんな方に皆さん日本からエジプトに行く際のアクセス方法を補足でお説明します。エジプトどこにあるのか、場所はアフリカの一番北東に位置しています。日本からでもエジプト航空が直行便が飛んでいます。それ以外にも中東のアブダビ経由のエティハド航空やドバイ経由のエミレーツ航空、またヨーロッパからも経由便が飛んでいるので、アクセスの方法はいろいろとあります。このチャンネルでは普段、今度気軽にお出かけでもできるスポットないかな、またどっか旅行でも行こうかなと考えている方に向けて、私これまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から、皆さんへおすすめのお出かけスポット、旅行先、また皆さんが旅行を100倍楽しむ方法をお伝えしています。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録もお願いします。それではまた次回お会いしましょう。